お仕事長崎、ものづくりのその先へ。今回は長崎市にあるサイムガス長崎株式会社にやってきました。魅力的なお仕事たくさん見つけるぞ。行ってきます。2021年4月より新たに発足したサイブガス長崎株式会社は、都市ガス、LP ガス、電気の販売を一元的に行う会社となり、エネルギーシェアの拡大や地域独自の新規事業を展開できるようになりました。手塚さんは普段どんなお仕事をされてるんですか？普段は一軒一軒お客様のお宅に行って、ガスをより安全に使っていただくためにガスの点検をしています。お客様とどのような言動行動を取ればより良いコミュニケーションを取れるかを日々考え、お客様の家に出るときに最後にありがとうございます、また来てくださいと言われたときは一番嬉しいです。突然ですが野上さん、ここでクイズです。はい。サイブガス長崎のお客様個数はいくつでしょう？1が3万個、2が5万個、3が10万個です。長崎県の世帯数から考えて1の3万個かな。正解は3番の10万個です。そんなに？実は2021年4月に発足してお客様数、供給エリアが拡大したんです。サイブガス長崎では現在約10万個のお客様にガスをお届けしています。さらに本社総務部で広報や採用を担当する島本さんに、地域会社となった魅力をお聞きしました。地域会社になったからこそ社員の要望がですね、会社に届きやすくなったかなというふうに思っています。お仕事は楽しいですか？はい、仕事は楽しいです。自分のしたいことをさせてくれるような職場の環境で、すごく楽しく業務に関わらせていただいています。サイブガス長崎は小江工場があり、そこでは輸入してきた LNG を都市ガスに加工してお客様に届けています。ここでは都市ガス製造設備の運転管理や維持メンテナンスを行っている中村さんにお話を聞きました。突然ですが野上さん、ここでクイズです。はい、来ました。次のうち二酸化炭素発生量が最も少ないものはどれでしょう？1、石炭、2、天然ガス、3、石油。全然わかりませんね。どうしようかな。当てずっぽうでいいですか？1番の石炭。1番でよろしいですか？はい。正解は2の天然ガスです。2番か。はい。天然ガスはクリーンなエネルギーとして利用拡大が今後期待されているエネルギーとなっています。長崎工場ではそんな天然ガスを主成分とする都市ガスを取り扱っています。自分の強みを引き出してくれるということだったんですが、ご自身の強みってどんなところですか？はい、自分は学生時代機械工学科だったんですけれども、実際に現場の方で不備が起きた際に、学生時代学んだ機械の知識を生かしてメンテナンスを行ったりすることができるので、そこが自分の強みだと自負しております。今後の目標を教えてください。はい、今弊社が様々な事業に挑戦しているように、自分も都市ガスだけじゃなくて日々の業務からいろんなことを学んで、資格取得などにも努めてたくさん知識をつけていきたいです。仕事で心がけていることはコミュニケーションと話す沼野社長に、社員に求めることを聞きました。指示を待ってるんじゃなくて、もう自分で考えて自分で行動するという、まあ、自立自走ということをよく言う、社員にも言うんですけれども、それが一番大切じゃないかなと思ってですね。当社はですね、サイブガスから、起因しましてですね、ガス事業者としてですね、90年の歴史がございます。地域貢献、責任はというこの3つのですね、経営理念を基本理念として会社運営に当たっておりますので、皆さんに安心安全とですね、本当に生活に密着した企業をですね、目指しております。新しくなってより地域密着。未来へつなごう青い炎、前へ進もう。地域とともに。